人気のイベントが3年ぶりに開催です。路面電車の運転席に座るのは小学生の男の子。それでオフにしてくれる？愛知県豊橋市では今日小学生が路面電車の運転を体験できるイベントが開かれ、3年生から6年生の親子連れ43人が参加しました。子どもたちは運転席に座り、レバーやブレーキの使い方を教わると、車庫の敷地内に設けられたおよそ50メートルの線路で自分で運転し、決められたポイントへの停車などに挑戦していました。ちょっと緊張して怖かったです。ブレーキをかけるタイミングをちょっとミスったり、運転のゲームをやるけど、実物と、ね、偽物は違うなと思います。